まとうは誠、不滅の真理。どうもー、よろしくお願いしまーす。まずはお友達の皆さん、内田さんはですね、ウルトラマントレギアのことにとても詳しいお兄さんなんですよね。そうなんです。僕、そうなんですよね、トレギア大好きおじさんなんです。おじさん、そんなそんなそんな、トレギアさんすごく、トレギアさんっていうんですね。トレギアさんリスペクトリスペクトがそうなんですよ。トレギアさんも結構こう鋭角な武装をしてらっしゃるというか、うん、見た目がすごくこう、トゲトゲしていたので、そうですね、なんかやっぱり強そうだな、怖そうだなってそれ最初は思ってたんですけども、はいはい、ただ意外にこうトレギアさんを知ってみると、はい、意外にただのこう悪いやつじゃないなという、お、何かがちょっと皮がいっぱいこうあるというか、何枚も何枚も奥の方にいろいろこう考えていることがありそうだなみたいな。トレギアさんのいいとこを見せたいんでちょっと行ってきます。そんな、内田さん本当に行っちゃいました。大丈夫ですかね。なんだ君たち、まだ会場にいるのか。この声は、皆さんあちらを見てください。今日は映画の初日だそうだね。大丈夫、何もしないよ。君たちが望むなら手を貸してもいい。はぁ、ということで改めてご紹介します。ウルトラマントレギアです。すごい、よっ。いやー、びっくりしました。あ、内田さん、内田さん、トレギアこちらにいらっしゃいましたよ。私はいろいろ忙しいんでね、私たちはこの辺で失礼するよ。会場の諸君、劇場版ルーブで特にトレギアが良かったと SNS に書いたら、君の願いを叶えに行くかもしれないぞ。